サファリパークに来たよ、イエーイ。今ですね、タブレットの方表示が出ているのが一般装飾ゾーンになってます。で、右側に地図が載っているんですが、こちらの地図上の黄色く塗られている4箇所、これが餌やりのポイントになります。前が良かった。ただ餌、動物が動き回ってますので、動物入れたところだってこのままがあるもん。大丈夫大丈夫。あげるときだけ舗装された道路から道を外れてオフロードの方に入ってから餌やりをお願いいたします。はい、行ってきます。行ってきます。怖いです。ここクマゾーンでは数種類のクマたちをご覧いただけます。一見おとなしそうに見えますが猛獣動物です。決して窓は開けないでください。入ります、クマゾーンで。入ります、クマゾーン。入ります、クマさん。まずアメリカグマがいるんだって。アメリカグマが来ます。お願いします、お願いします。どこかな。体が小柄で、黒や茶色をしているのがアメリカグマです。大抵の食べ物を食べる雑食性の動物ですが、玉ねぎは嫌いです。強い匂いによって自分の匂いが消えてしまうのが嫌なのか、体質に合わないのか、玉ねぎの刻んだものを与えると体中にこすりつけます。起きた。次はライオンです。お願いします。喧嘩してる、喧嘩してる、取って喧嘩してる。チーターゾーンって。チーターは昔から人間と関わりの深い動物です。古代エジプト人はチーターを捕らえてペットにしていたと言われています。動く？あ、ちょっと。来たぞ。来たぞ。北ゾウのゾウ。アフリカゾウは耳の形がアフリカ大陸に似ているので、血管が無数に張り巡らされ、外気に触れることで体温の調節をしています。アジアゾウとの比較では、頭がゴリラで、鼻の先は上下に突起状の出っ張りがあります。どうぞ。ひずめは前足に4つ、後ろ足に3つあり、アジアゾウ。ゾウってさ、小食動物なんでしょ。シロサイ。ラクダのメスだ、うん、絶対これラクダのメス、うん、で、ゆっくり進むよ、うん、すごい、いい、うん、来た来た来た、どうしよう、おいち
ゆりちゃん、もうちょっと先に行きなさい。こいつ2回もやったらずる。別の人にあげればいい、うん、こっちこっち。さすがにこだした。おー、知ってるね。もうなしな。シマウマかっこいい。なんかやっぱサファリって感じやね、シマウマがいると。あ、キリさん来た。うわー、でけー。あいつも食べてる、うん、こいつも食べてんじゃん。あげよう、うん、食べてる。 まだあげれないかも。まだあげれない、うん、うわー、すごい。これすごい。ちょっとまだあげてみる。こっちです。来たよ。こっちです。君さん、こっちほら。来てくれた。来てくれる。ほら、出して。今出して。今出して。ひろちゃん、あの霧に見えるようにペロペロって。君さん。揺らして。キリンちゃん、これだよ。葉っぱ。ハロー。葉っぱ。キリンさん。葉っぱ。こちらいかが。どっちのマイク？どっちのマイク？葉っぱはいかが。あ、来た。葉っぱ。ありがとね。ありがとね。食べに来てくれてありがとね。行くよ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。あ、うんちしてる。うんちしてる、キモい。やば、うんち見せに来てくれた。めっちゃ尻尾振ってる。面白いね。すっきりしたんだね。あ、お尻きれいにしてんのかな、あれは。ね、あ、もう一匹もうんちするのかな。うんちするわけない。お腹パンパンだね。ジャングルバスーパーバスだ。よし、やっほー。スーパーバスの後に行くぞ。スーパーバスのじゃついてきたら。そうだね。あ、ここいるんだ。あそこ、ムフロンに与える餌は鹿せんべいです。窓ガラスを開けて金網越しに餌を与えてください。動物には鹿せんべいみたいなものは絶対に与えないようにしてください。めっちゃ来てる、こっち。シェアズ来たぞ。怖い。もう開けようか。いやいや、ま、オフロードで。危ない。ゴンゴン言われてる。ゴンゴン助けてくれ。行っていいのこれ、うん。どんどん。これ
見せてあげて、してんのか。寝てる。シーンとしてるから寝てるんじゃん。おいカバさん。おいカバさん。遊ぼ。おいカバさん。遊ぼ。なんだ。なんだ。あ、どうなんかなんかいた。怖い怖い怖い。あなたは。なにこれ。かわいい。なにこれ。あなたは誰？あなたは誰？この先。あ、来た来た来てくれたよここに。来てくれたの？来てくれたの？すごい。すごいすごい。パパ来た。来てくれたのね。来てくれたのね。パパこれね。めっちゃやばい。あ、ありがとう。ヒョウがいたよ、ヒョウ。でもなんかすごい置物みたい、動かない。ヒョウだ。これ、はい、はい、100円。
かいちゃんと半分ね。はいはい。スプーン、スプーンで開けてたスプーンで。僕もやりたい。かいちゃん、かいちゃんの、かいちゃんの、かいちゃんの。はい、一個ずつ上げて。一個ずつ、一個ずつ、多すぎ、多すぎ。かいちゃんのちっちゃい時みたいな。かわいい。すごい上手に自分で撮ってるよ。こっちゆうちゃんのポーズもう一個。かわいいね、食べてる。みんな最後の一個だよ、取り出しそうでやって。一個ずつあげよう。ね。美味しかった？美味しかったの？じゃの？何？モルモットの餌は何だ？キャベツ。キャベツ。レタス。かわいい。いっぱい来た。いただきます。あ、気をつけて。これ食べる。ちょっと分かってもらう。分かってもらう。ちょっと違って。じゃあそれをもう片付け。中にもいっぱい隠れてて、隅っこ暮らしだ。あ、もう一回やりたい。食べる。もっと食べる。違うところに。みんな集まるね。かわいいね。あの家の中に入る。出てきた、うん、あ、気づいた、うん、ママって言ってるよ、多分。
レッツザバルバークの歌を歌おう。いいよ。せーの、せーで、トト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 ライオンだ。チク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 Today, the blue pocket. Yay! はい、それでは本日富士サファリパーク、ジャングルパスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。じゃあ、餌のあげ方を説明します。餌をね、3回あげます。3回で、順番で言うと最初にクマで、次にライオンで、一番最後にね、ラクダにあげます。で、クマには、はい、じゃあちょっと大変だけどね、クマさんすぐいなくなっちゃうからね、出して待っててあげてください。じゃあどうぞ。はい、じゃあ白いテープの触らずね、下からですね。はい、カイちゃん、はい、食べに来てくれたのはこれ、ね、アメリカグマ、クマのプーさんやテディベアのモデル、テディベア、すごく優しくてあんまり喧嘩もしないおとなしいタイプのクマ。茶色いのもね、黒いのも両方アメリカクマです。じゃあ、いなくなっちゃう前にね、写真の方もお撮りください。50キロぐらいまで成長します。クマってね、大人になるのが早いです。だいたいね、5歳で大人です。5歳で大人、20年ぐらいしかね、生きられないから、大人になるのがね、これ早いですね。じゃあ終わったらね、一回鉄バサミを元の場所にね、じゃしまっておいてください。じゃあそろそろね、じゃ出発です。はい、じゃあ右側にね、ヒグマです。グマ、大きいのはね、体重400キロ超えます。400キロで、日本だとね、北海道に住んでます。全部食べてくれるといいけど。ライオンのね、寿命なんですけどね、だいたい10年ぐらいしか生きられません。10年しか生きられないから、大人になるのがね、早いです。はい、
今日ちょっと似てるんだけど、このギアーズマークが、チーターの目印です。体脂肪はね 3%、 余計なお肉がほとんどないから寒いのがねすっごく苦手です。寒い日はね風邪ひいちゃうからお休みさせます。で手前の方にいるねちょっとちっちゃいゾウさんがね、あの10歳の女の子ガームちゃん、ガーム、ラオス語で綺麗なとかね豪華なという意味があります。ガームちゃん、ゾウはね頭が良くて人間の言葉をねだいたい6割理解してます。6割喋れないんだけど、みんなが何言ってるかなんとなく分かってるんじゃないですかね。耳をねあのくる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 回転させてね、いろんな方向の音をね集中的にあの聞くことができます。サイはね耳がいいです。じゃあこのね右側にアルパカそっくりさんが3頭いるんだけど、これはね ラマアルパカよりねちょっとだけね体が大きいラクダの仲間ラマ。ただ右がキリンが歩いてるね。キリンだ。シマウマ。どこ？シマウマ。結構ねここだとキリンとあのシマウマが仲良し。キリンとシマウマはねお互いの赤ちゃんをお世話したりするぐらい仲良しで、お互い優しいんですよ。選んだはね立派な角と白の縦縞ですね。よくあのヤックルに似てるなんて言われる動物ですね。エランド鹿にちょっと似てるけどね牛の仲間です。なんですけどねキリンはね右足と右足、左足とね左足を同時に出して歩きます。足が長いからねそうやって歩かないと転んじゃうんですよ。キリンってね1日30分ぐらいしか寝ないんですが、あの立って寝ます。立ってでキリンはねあの座っちゃうとあの立つのに3分かかるんですけどね。だから座ってる時にもしライオンが来たら逃げ遅れてね食べられちゃうから最初から立って寝ます。動物園だとねあのライオンに襲われることないから、まあ、座ってあの休憩してる時もやっぱありますけどね。はい、じゃあお待たせしました。じゃあ餌箱をね下から上に向かってねガタンと持ち上げてください。じゃあどうぞ食べに行きたいと思いますね。来た来た来た、ラクダのねコブの中は良質な脂肪、栄養がねコブの中にいっぱい入ってるから、そのおかげで何日もね飲まずくわって砂漠を旅することができます。栄養不足になるとコブはねぺちゃんこになってて、コブが垂れてる方がねもっといっぱい食べた方がいいですね。栄養足りてないんだからね。であのまつげがとっても長いんだけど、長いまつげはあの砂漠の砂嵐から目を守るためにまつげがねとっても長い。さあ餌はね実はもう顔をね突っ込んだ瞬間にねほぼほぼもう食べ終わってます。すごい早食い、大食いでしかも早食いですから、ね、ただのあの普段優しいんだけど怒らせるとねもう手がつけられないぐらいやっぱ強いですね。例えばこのボスクラスのね、オスのバイソンをね、倒そうと思ったら、ライオンがね、4頭ぐらい来ないと1頭のバイソン倒せない。そのぐらい強いですね。で強くて、なおかつ優しいから、あの、美女と野獣のモデルになってます。野獣。オスのバイソンがね、あのメスをね、攻撃したり、あの小さい動物をね、いじめたりなんて絶対しないですね。で、そういう動物です。よく見るとね、結構優しそうな。顔を見してると思います。ライオンだ近づいちゃってどうしよう、可愛くってどうしよう、無事サファリパーク、しゃありがとうございます。
パラの餌100円。マーラの餌どうする？竹2本。え、マーラってあれ？後ろかな？マーラさん後ろにいる。後ろにいるやつね。どっちかあげる？あ、餌パンがいた。どっち？カピバラかマーラか。じゃあ一つずつにした。マーラか。じゃあマーラか。マーラこっちで。まあマーラか。入れればいい。はい、マーラ入れてくれ。スプーンとこれだって。こっちがいいや。あ、そっちに。じゃあカピバラさん。はい。2本100円だって。じゃあ1本ずつ。はい。カイちゃんに1本渡して。はい。はい、カピバラにあげて。これいいよ。これ。じゃあ、イロちゃんも。はい。こんにちはって。こんにちは。おばさん食べてくれたね。片方の手で、ちょっと待って、はい、おばさん、美味しかった？ありがとね。Thank you.
大丈夫、ありがとう。グリスリ足開いてやってる。
クラがあっちに来てる。逃げるよ。大丈夫だよ。餌やるんだろ。あ、あの子にも。あ、これいいね。綺麗な色だね、肌が。ナビゲーションか。うん。いろちゃんは何回目？2回目。2回目？ジャングルバス？ジャングルバスが良かった。ジャングルバスのどこが良かった？ね、餌やりとか？うん。ライオンに餌やったから？違う、ラクダにバン。あれ楽しかった。ああ、ラクダのね、餌やるときね、楽しかったんだ。うん、そっかそっか。かいちゃんは？ナビゲーションカーの何が楽しかった？ナビゲーションカーのにあのラクダにおせんべいあげるとか。あ、それ鹿ね、鹿、うん、鹿ね。あ、そっか、やっぱ餌やりなんだね。Thank you for watching this video. This is one of my videos. Subscribe on the channel. Bye bye. Bye. Ha ha ha.